皆さんこんにちは、仏のジーザスです。週刊仏のジーザス、今週も見てくれてありがとうございます。今週はですね、またブルースソロを進化させようという先週の続きというか、ちょっとね似たような兄弟みたいな企画なんですけども、3度挟み込み技解説、3度挟み技とか3度挟み込み技、ブルースソロ3度技ですね、3度技解説っていうのをやりたいんですよ。どういうことかというとですね、先週もちょっと見ていただけたら分かると思うんですけども、あのマイナーペンタトニクス、今日も E のブルース、3コードブルースでちょっと説明したいんですけども、これですね、3弦の4フレットで、2弦の351弦の35、このポジションでの E のマイナーペンタトニクスケールで説明したいんですけども、ここにこれだけでブルースソロ弾けちゃうんですけども、さらにコード、それぞれのコードの EAB ですね、3コードの時の3度の音を意識して、しかも3度の音を足してやるとより、なんていうんですか、幅が広がるんですよ。そのしかもバッキングとしてもちょっと使いやすかったりするので、これはぜひですね、あのソロを弾きながらバッキング感も出たりする、ソロの3度、しかもちょっとねコツがあるんですよ。3度の挟み込み技って僕以前解説結構したんですけども、大事なのでもう一回やってみようかなと思いますので、よかったらぜひお付き合いください。では早速解説の前に、仏のジーザスとは何者かというのはですね、概要欄に書いてあります。ブルースマンで全国でライブやっております。自主制作で CD も作っております。概要欄の方にですね、その辺のことをいろいろ書いてありますの で、僕がこうやってブルースギター解説をしてるんですけども、それを実際にどうやってライブでやってるのか、そんな動画もありますので、よかったらぜひ概要欄の方チェックお願いします。じゃあ早速解説したいんですけども、ですね、こういう感じなんです。これがさっき言った E のマイナーペンタトニックスケールで、E の時で、2弦の5フレット、ここがルートで、3弦の4フレットが5度、2弦の3フレットがマイナー7度でルート5フレットで、マイナーサード1弦の3度、1弦の3フレットで、5フレットが4度で、ここにここですね、E のいった時にここが3度の音なんですよ。どこかというと1弦の4フレット、ここです、1弦の4フレット。だから1弦の3フレットと5フレットがの間、真ん中ですね、ここです、4フレット、ここです。これだけだとかっこ悪い、そんな使えないじゃないですか。メジャーペンタじゃないし、マイナーペンタ弾けない、こっちの方がブルージーなんですけども、これ使い方がありまして、挟み込むんですよ、3の音を4フレット、いわゆる1弦の34で3、3、4、3で5フレット足すね、でこんな感じですね。でこう連続でこう3、4、5、5、4、3って弾かないんですよ。3、3、4、3、5、3と5、3、4、5って弾かない。3、4、3、5、3、4、3、5、これが基本なんですね。これが4を挟み込むように弾くから、挟み込み技、挟み技って言うんですけど、こんな感じです。次です、こんな感じです。でこれコードでこっちでやると、4弦の開放1フレット、これが4弦の開放がこれですね、1フレット、これが3度で、2フレットが今度はこれですね、4度で、これですね、これが使えるんです。で A に行った時はA を弾いた時の2弦の2フレットが3度なので、これ上下で挟んで1フレットと3フレットで挟んであげるんですよ。でルートを合間に入れる、すなわち3弦の2フレットですね。
2弦の4フレットなので3フレットと5フレットで挟んで、でルートは、3弦の4フレットですね。で A はこれですね、 A ですね、3弦の2フレットで、ルートは今度は E の時は、2弦の5フレット、これを、全部やるっていうわけじゃないんですけど、ソロの途中途中とかでこれ挟み技を結構入れてったら結構あの幅が一気に広がるんですよ。サンドの挟み込み技です。なんか慣れてきたらすごく最初難しいかもですけど、慣れてきたら全然使えますので、よかったらぜひ弾いてみてください。今週もお付き合いありがとうございました。ではまた来週。